TBS ラジオ伊集院光とラジオと丸沢丸とおはようございます。今日は伊集院さんにスズメバチのことをたくさん知っていただこうと思ってやってまいりました。スズメバチのことを知れば知るほど刺されにくくなります。どうぞよろしくお願いします。TBS ラジオ伊集院光とラジオと、改めましてこんにちは、伊集院光です。こんにちは、アシスタントの竹内かなえです。今日のゲストも謎ですよあのお笑いコンビ、まずカニャっていうひらがなでカニャ、お笑いコンビ覚えてください。でこのカニャの丸沢丸くんです、はいね、でもう知る人ぞ知るスズメバチ大好き芸人なんだそうです。なんかさ、さかなクンが出た、まあ、さかなクン芸人じゃないけど、その後、さかなクンの後に、鳥くんとか芸人出たの。はいはいはい、鳥詳しい。でも、丸沢丸くんの場合は、虫くんでもなく、ハチくんでもなく、もうもはや、スズメバチ芸人っていう。ね、限定なんですね。すごいよね。で、びっくりしたのが、スズメバチのことを今日伺います。でもさ、そのカニャとしての彼の芸も見たいじゃん。そしたらびっくりすることに、彼の一番今バズってる芸は、スズメバチの次にバズってる芸は、半沢直樹のモノマネなんですって。で、この番組ではアウトなんで、一切、それをもう披露した途端に出禁になるっていう。こちら側からちょっと NG です。こちらはもう半沢シャットアウトですから、TBS ラジオで他の番組では大歓迎だと思うんですけど、はい、謎のポジションですけども、この後、スズメバチに詳しいお笑いコンビ、カニャの丸沢丸くんの登場です。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストをお迎えし、ご本人にまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、お笑いコンビカニャの丸沢丸さんは1984年生まれ、東京都出身、現在36歳。スズメバチの飼育が趣味で、東京農業大学時代にはスズメバチの卒業論文を仕上げました。2008年からお笑い芸人としての活動をスタート。スズメバチ大好き芸人として、スズメバチを素手で掴む動画などを YouTube にアップし話題になりました。2017年4月からは相方のビンゴさんとお笑いコンビカニャを結成し、現在に至ります。本日のゲストは、スズメバチに関する本もお書きになられたお笑いコンビカニャの丸沢丸さんです。さあ、ということで、スタジオにはお笑いコンビカニャの丸沢丸くんです。よろしくお願いします。丸沢です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。見た目をまず説明しますけど、はい、それこそ今日黄色のね、スズメバチ出没注意っていうシャツを着て、はい、でいて被り物で、それこそこの言い方いいのかな、ごめんね、さかなクンのハコフグに対してもスズメバチの被り物作って、はい、もう綺麗に被ってるんだけど、元々の顔が坂井雅人さんに似てるんだよ。似てますよ。ということで、もうできんですもん。いや、なんかちょっとごめん、モノマネ封じちゃって申し訳ないんだけど。いやいや、ありがとうございます。今日はもうスズメバチのことをお話しに来ましたので。しかも、それ持ってきて、いろいろこう、はい、箱を持ってきて、うわ、そうですね、それスズメバチ？これは、生きたスズメバチを、うちでルームシェアしてるので。ルームシェア、もう飼ってるんじゃないんだ、はい、同居なんだもん。もうルームシェアさせていただいてるっていう感じの。はい、すごい。なんか、それと一緒にスズメバチの標本みたいなの持ってきてくれてるじゃん。はいはい。その大きさが大きく違うのは、標本めちゃめちゃでかいじゃないですか。はい、これ、この標本が、オオスズメバチの女王バチの標本なんですよ。だってもう女性の小指。そうですね。ぐらいある。自分の小指、まあ俺ぐらいでかい人はダメだけど、自分の小指見るとそれが体だけだから、さらにそれぐらいの羽が生えてるから。そうですね。こわ、たまにさ、はい。それこそ田舎行って森とかでスズメバチ横通ると、すごい音するよね。ものすごい音しますよね。ブーンって。はい、鈍い音がするんですよ。そうなんだ、はい。重い感じの音するよね。そうそうそう。蚊のプーンじゃないよね。ブーンっていうやつ通った感じで、この持ってきてくれてる方は、持ってきたのはモンスズメバチっていう、まあ中型のスズメバチと、あとこれちょっと珍しいんですけど、茶色スズメバチっていう、なんかちょっと闇落ちしたスズメバチ的な、あ、悪い、はい、スズメバチ自体も結構悪い顔してるけど、ダークサイドに落ちた感じのスズメバチ、これがちょっと珍しくて、他のスズメバチの巣を乗っ取るっていう習性が
あるんですよ。何そいつ。そう。すごいね。中世もちょっと闇落ち感が。なんか、生半可な知識で言うと、なんかスズメバチが、その、何、ミツバチの巣を襲いに来て、ミツバチがそれで徹底抗戦するみたいな、見るじゃないですか。はいはい、こいつはスズメバチの一種なのに、スズメバチの巣を乗っ取りに来るの。そうなんですよ。結構面白い習性を持ってるんですね。なんかじゃあまず、まあ、マルサマルくんの。はい。まず何より聞きたいところは、はい。スズメバチハマるきっかけは何？わあ、もう僕、子供の頃からもう虫好きで、ずっと虫捕りしてたんですけど、僕、東京の都心で生活してたので、うん、なんかあんまりカブトムシ、クワガタムシっていなかったんですよね。なんか、ちょっとペットショップで買うものみたいな感じだったよね。そうなんですよ。はい。うんうん、でもまあ、すぐ死んじゃうみたいな。そうね。で、そうなると虫捕り行くと、それの次にかっこいいやつみたいな、昆虫を探しに行くんですよ。はい、はい、はい。で、その中で一番好きだったのがカマキリ。はい、はいはいはい。そうそう、蜂だったんですけど。はいはいはい。で、まあ中学ぐらいの頃になって、あれ、カマキリよりもっとかっこいいやついるじゃんっていうのに気がついたんですよ。確かにね、はい、その、標本になってるやつ見ると、まあかっこいいじゃん、写真で。かっこいいんですよ、本当に。まあかっこいいけど、怖いとかっこいいで、虫好きなら好きなほど、知識入れれば入れるほど、はい、怖いが勝たない。好き。そうですね。なんか、最初、あんまり僕怖いって思って、たことがなくて、あ、そう。なんかあんまりそのなんか毒とか、うん、まあ凶暴っていうのはあったんですけど、それよりも最初見た目で入ったんで、うん、なんかなんだろう、仮面ライダーの、はい、なんかスーパーワン的なあの顔のかっこよさと、あともう腰のくびれと、うんうん、でよくよく研究をしていったら、まあ相手を刺すために特化したこのくびれでもあるっていう、へー、はいはい、あそこが細くないと、はい、相手手を上手に刺せる。そうなんです。お腹をこう、なんだろ、くの字に曲げて刺すのに、やっぱりこう適した形っていう、めちゃめちゃかっこいいなと思って。ちょっと憧れるのが一つわかるのはね、はい、まあ図鑑とかジャポニカ学習帳に、あの、木から蜜出てるとこに昆虫がいっぱい溜まる絵があるじゃん。はい、ありますね。で、あとカブトムシが堂々といて、いますね、ちょっとクワガタ遠慮めなんだけど、スズメバチも結構堂々といる感じだよね、あの周りとかってね。そうなんであと、間違ってたら教えて。はい。俺らはスズメバチは刺されると死ぬと思ってるわけ。2回刺されたら死ぬって言われてんだけど。これが正確には2回じゃなくても、うん、1回でも死ぬ可能性があると思ってください。安心しない方が。1回は大丈夫って勝手に思ってんだよ。はい、じゃあそこ聞こうか。俺らがちょっと間違って覚えてるスズメバチは1度目は大丈夫、はい、2度目で死ぬは何なの？まあ、よく皆さん多分知ってると思うんですけど、アナフィラキシーショックって聞いたことあると思うんですよ。ブラックジャックで読んだ。あ、そう。で、スズメバチに1回刺されるとちょっと抗体が過剰反応して、2回目に刺された時にそれがもっと異常に反応しちゃって、まあ、アレルギー症状の、はいはい、まあ、過剰な状態っていうことですね。はいはいはい。で、うん、まあ、これが、そのスズメバチのアナフィラキシーショックなんですけど、うん、たまに、蜂の毒にアレルギーを持ってる方がいるんですよ。そもそも。はい。はいはいはい。で、そういう方の場合は、一回刺されただけでアナフィラキシーショックと同じような症状が出て、最悪、まあ、ちょっと死に至ってしまうっていう。死に至るっていう。はい。ちなみに刺されたことは？ありますね。どれぐらい？一回だけです。一回だけ。スズメバチは、はい。へぇー。で、ミツバチは何回かあって。よく蜂に刺されてるんだね。ミツバチには刺されてるんだ。刺されても別に大丈夫なんですか？これもやっぱりアレルギー持ってるか持ってないかで、はい。で、ミツバチの毒で死んじゃう方っていうのもいるんですよ。そっか。あ、それはそれで。はい。だけどちょっと待って、一回、スズメバチ一回刺されてるわけだよね。はいはいはい。で、その上で今、ルームシェアしてるわけだよね。してますね。それ、どうしてんのだってこ、俺たちの常識だと、やばくない、うん、そうですね。だからもう本当に最新の注意を払って、ルームシェアをしてます。最新の注意ってどう備えるの？備えられるものは何なの？まあ、一番、いいのは、とにかくスズメバチのことをよく知ること、刺激しないことっていう。で、まあ、お家でルームシェアしてて一番危ないのは、うん、餌を変えるときと、うん、あと巣の、カゴの中を掃除するときが、まあ、その入れ替えなきゃいけないので。なるほど、なるほど。はい、で、そういうときにブーンと、飛んでっちゃうっていうことがあるんですよね。なんか俺らは、じゃあそのスズメバチのことを漠然としてしか知らないじゃん。今みたいに間違った知識もあるじゃんか。はいはいはい、なんだろう、スズメバチの意外な生態っていうか、こういうとこあるんですよ、こいつっていう。ああ。これ、ちょっとパンチある、生態があって、うん、スズメバチって非常食があるんですよ。うん、
で、あの、蜜蜂だと、うん、あの、蜂蜜を、うん、あの、非常食にしてるじゃないですか。はい、それと同じように、スズメバチは蜂蜜を作らないので、うん、非常食が、自分の巣の中の幼虫。だって自分の子じゃないの？そうなんですよ。で、あの、幼虫が肉食なんで、その肉食の幼虫のためにご飯を、こう、いろんな昆虫捕まえたりして、肉団子を持ってきて、っていう、あの、餌をあげてるんですけど、やっぱこう、今年とか梅雨が長かったじゃないですか。で、そうなるとやっぱちょっと、他の昆虫捕まえられなかったりして、餌不足になっちゃうっていう時に、もうしょうがないから自分の巣の、幼虫を、すごい顔してますね。いや、俺ら勝手なイメージでさ、勝手なイメージで、野生の、まあ、動物、生物っていうのは、自分を犠牲して子供を守ること、イメージじゃん。まあまあ、ありますね。最終的には、とりあえず、自分。そうです。弱点は？弱点は、何に弱いみたいな。暑さに結構弱いんですよね。暑さ。なんか夏の生き物のイメージがあって、なんか暑さ強そうなイメージがあるんですけど、うん、なんか僕お家でそのルームシェアしてると、なんかちょっと温度上がっただけで死んじゃったりとか、とか、その餌も、何時間かおきにやっぱ補給しないとすぐ死んじゃうんですよ。だからなんか捕まえてきて、で、お家でこうカゴに、移そうとした時にはもうすでに死んでたりとか。ほー！デリケート。いや、だいぶデリケートですね。そうか、それであそこに繋がんだ。その、ミツバチがスズメバチ殺そうとするときは、虫殺すみたいな、その、ありますね。大勢でたかって、体温を上げちゃうみたいな。そうなんですよ。聞いたことある。日本ミツバチの特性なんですけど、日本ミツバチの、致死温度よりも、スズメバチの致死温度の方が若干低いんですよね。あいつもあいつで命がけなんだよ。そうなんです。ミツバチ側も暑さには強かないんだけど、そうなんですよ。より、暑さに弱いからやっつけんだ、はい。何度かの差で、オオスズメバチの方が先に虫殺されちゃうっていう。はぁ。スズメバチは、はい、もうすげえ凶暴なイメージなんだけど、うんうんうん、そのあたりはこれ結構種類によって違ったりするんですよね。ほうほうほう。まあ、スズメバチ、オオスズメバチが日本で一番大きいんですけど、その2番目に大きいスズメバチで、ヒメスズメバチっていうやつがいるんですよ、うん。こいつは大きさは同じくらいなのに、逆に全然凶暴じゃなくて、うん、で、巣の近くに行っても、全然攻撃してこなかったりとか、うんうんうん、はい、あんまり刺激さえしなければ。うん、一番やべえのはやべえスズメバチ。やべえのは、やっぱり大スズメバチと、あと黄色スズメバチ。がやばいんだ。うん、危ないと思いますね。見るからに攻撃的で向かってくる感じなんですか、はい、そうです、そうです。あ、そうで、大スズメバチ怖いのが、さっき言ってたカブトムシ、クワガタムシが樹液に集まってくるところにいるじゃないですか。うん、いる。で、その樹液の、餌場を、独占しようとして、他のやつ追い出したりするんですよ。なんか本当に攻撃してから、おらおら、どけどけ。そうそうそう。どけおらって。本当にカブトムシとかの、足の根元の柔らかいところに噛みついたりして、追い出したりとか。噛みついたりもする。人間が近づいても、やっぱり追い出されちゃうんですよ。だから僕がその動画撮影で。大きさ関係ないの？関係ないんです。へぇー。動画撮影で。そう、動画撮影で、携帯、黒いやつで、近づいてったりすると、その携帯電話に、バチーンって。黒ダメらしいね。そう、ダメなんですよ。今日黒着てる。もうめちゃめちゃ刺されやすい状態。大好物、大好物、ね。はい、あれほんと俺、小峠に聞いたのかな。はい。スズメバチ襲ってくる前に音するっていう。なんかこう、カチカチ。カチカチカチっていう音。いや、怖い怖い、それが怖い。はいはい、もう事件爆弾みたいなやつだよ。俺、人づてにしか聞いて、あれ何の音なの？この、ちょっと標本見てもらうと、わかるんですけど、はい、口が結構大きいですよね。牙すごいね。はい、顎大顎なんですけど、これを、打ち鳴らして、うん、まあ、本とかではよくカチカチカチって、書いてあるんですけど、割と、なんか爪を切るような。うわぁ、怖い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 。な音で素晴らしい。ラジオ表現として、お笑いの才能がある。ありがとうございます。やった。爪を切るような音するんだ。今、ゾワッとしました、それ。すごいね。で、それが、急に、耳元とか、頭の上あたりで、ブンブン飛びながら、聞こえてくるんですけど、はい、これ知らないと、わからないんですよ。わかんない。誰か爪切ってると思う。はい、そうですよね。で、さらに言うと、そういう夏場だと、うん、セミが、ミンミン泣いてたりするんで、それも、こう、ちょっとそうそう、かき消されちゃったりして。草踏んだパキッと音とかもするしって考えていくと、なんかだから、スズメバチの巣の周り行ったら急にカチカチ、
そう、するんです。するはずなんですけど、聞こえない可能性もあるから、とにかくこの音も知ってないと。それ相当怒って。もう、相当怒ってますね。警告音ですね。刺す前の警告音というか。いや、今のうちに引き上げろよってことなんだ。はい。もう巣の近くに来ると、ちょっともう警告を、その見張りの蜂たちがして、で、それでも、まあ、その巣の近くに留まってたりとか、巣に近づいちゃったりすると、ブスって刺されたりとか。でもさ、いっぱいいる地域の人はさ、はい、あれだよね、iTunes で売っといてほしいよね。あ、そうですね。iTunes で一回聞いて、これやばいやつだっていうのを、知っと、アプリとかで、予習したいよね。この音やばいんだっていうのは、知った方がいいよね。でも普通にこう、都内で暮らしていると、たまにこう、蜂を見かけて、うん、まあ、私たちは何蜂かがわからなかったりするんですけど、そのスズメバチが、はい、普通に暮らしてそこら辺にいます？もちろんいますね。あ、そうですか。東京いるよね。いますね。本当にこの TBS さんの、界隈の、でも僕見かけたことありますね。そうですか。はい。たまにね、その、うーんって言うんで、なんかわかんないけど、カチカチはわかんないけど、はいはいはい。まあ、蜂全般にそうなんだけどね、自分の周りを、こう、回り始めてまとわりつくときあるじゃん。ありますね。ああいうときは本来はどうした方がいいの？それ動かない方がいいのか、うん、一目散に逃げた方がいいのか。うん、ゆっくり離れるっていうのが一番いいんですよ。一気に逃げるは？は、結構命取りで。スズメバチって、素早い動きに結構敏感なんですね。うん、やんのかってなっちゃうんだ、そうなんですよ。で、その、スズメバチ顔の近く来て、手をこうやって振ったりすると、その手の動きが素早いから、すごいこう反応しちゃうというか。やっちゃうじゃん、でも。そうなんですよ。生理的にやっちゃうんですよ。だからこれやっぱり知ってることが大事で。ゆっくりゆっくり場所を離る敵はないですよっていう感じで、はい、そうです。でもついてくんじゃん、あいつら。の可能性もありますね。で、ついてくるときはちょっとやばくて。もう怒ってんだ。はい。もう怒ってんだ。例えば巣の近くで、はい、その、さっきカチカチ音鳴る。はい、で、はい、ロックオンの仕方も2種類あって、うん、刺す。まず刺しちゃう。うん、で、刺すと、刺したところから毒の匂いが出てて、うん、その匂いにつられて、その巣の奴らも攻撃を仕掛けてくるんですよ。何それ、もう刺したらいいじゃん、相当痛いんだから、もう。いやいや、もう。それはまず目印の一刺しなんだ。そう、その可能性があるんですよ。こいつ敵ねって、はい、じゃあ、それ刺されて命からから逃げようと思うと、はい、動き早いはもう刺されてるのに、勢いよく逃げようとした時には、もう、漫画でさ、蜂の大群が矢印に一回なって追ってくる感じあるじゃん。あの感じだよね。その、本当にその感じです。雲みたいにして、追ってきたりとか、もう一個の、そのターゲットの仕方が、毒を、霧状にこう、スプレー状に噴射して、相手にかけるんですよ。で、そうすると、その匂いがやっぱり、すごくない？ついてるので、その匂いめがけて、仲間の蜂が追ってくる。で、この匂いが取れないと、いつまでも追いかけられちゃうんですよね。竹内なんかさ、子供連れて、その、外出たらさ、子供刺されたみたいになった。はい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 、まずやることは何、まず、まあ、絶対その場を離れるですね。ああ、そうか。巣の近くにいる。今言ったように、第2波、痛いってそこでパニクってる場合じゃないの。そうなんですよ。はいはい。第2波が来る可能性あると。で、まずその場を、もう、絶対離れて、うん、で、うん、刺されたんだったら、刺されたところを水で洗う。はいはいはい。で、そうすると、まず匂いも落ちますよね。ああ、それもでかいんだ。そう。匂いも落ちるし、あと、冷たい水で、当てると、その部分がこう、血管が収縮して、ちょっと毒の周りが遅くなってくれたりとか。なるほど、なるほど。はい。で、あとはその部分を、手で絞り出すっていう。やっぱ絞るっていうのは。毒は絞った方がいいですね。いいんだ。はい。体に回ると良くないってことですか？回ると良くないです。で、実際僕も、その刺された時に、そのポイズンリムーバーっていう毒を吸い出す、注射器の逆バージョンみたいなやつがあるんですけど、で、これで吸ったんですよ。吸っても、結構腫れるんですね。じゃあ吸わなかったらって考えるとすごいことになるんだ。はい、でも本当になんか手がクリームパンみたいな、パンパンになっちゃうこともあるので。うわ、じゃあなんかわかんないけど、いるって分かっていくことはなかなかないけど、じゃあ森の中にちょっと何かカブトムシ取り行こうかみたい時には、はいはい、その、毒吸うやつと、まあ虫除けはもちろんだけど、持ってた方がいいんですね。持ってた方がいいんだ。で、これアウトドアショップとかで、普通に売ってるので。なんで、ポイズンリムーバー。ポイズンリムーバー。はい。ポイズンリムーバー、持ってきたなんつって、聞いたこと今までないけどね。誰かしら一つ持ってってくれると、はい、助かることがあります、ね。虫除けぐらいじゃ、こう、はい、ビビらないというか。ビビらないですね。普通の虫除けじゃダメ。はい、大体の虫除けは、やっぱ顔を避けるために、
あるものなので、うん、またちょっと成分が違ったりするんですよね。でまたさ、とんでもないとこに巣あったりするじゃない。ありますね。そこっていうようなところに。そうそうそう、なんか珍しいところだと、やっぱその、雨戸の戸袋とか、あと換気扇の通風口っていうんですか、はい、あの出口に、あの風の出口の部分がちょうどこう雨よけみたいになってるから。罠じゃん。はい。家の中で何かを、それ換気扇動かそうとか、バカって開いた途端にもういらっしゃる。そうですね。中に入ってくる可能性もあるんで。あの、だから長く使ってない別荘とかに、いたりす、もうその、あります、あります。出来上がっちゃってたりするらしいから。はい。いや、ちょっと CM 挟んで、マルサーマル君、カニャのマルサーマル君のお話まだまだ伺いたいと思っております。伊集院光と、ラジオと、マルサーマルと、半沢直樹と。する改めまして、今朝ゲストにスズメバチに詳しいお笑いコンビ、カニャの丸沢丸くんです。ここからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、CM の間にさ、今メガネかけてんだけど、メガネ取った、ほんと似てるな、君は。すごい、すごいの。表情作んなくては、ちょっと作るともうやばいわ。いや、ほんとにご本人かと思うよ、ほんとに。やられたらやり返す倍返しではどんな感じになるの？やられたらやり返す。倍返した。いや、まんま。うわ。これ以上は出禁になりますので、出禁はやめてください。で、ちょっとお知らせっていうか、まあ、これちょっとメインできちんと紹介したいんですけど、はい、あの、スズメバチの本を書いたんで、ありがとうございます。これ竹内からちょっと詳しい情報お願いします。はい。超危険。スズメバチライフ、図解と漫画でわかる最強生物が、講談社さんから好評発売中です。日本で最も人の命を奪う殺人動物は、クマでも毒蛇でもサメでもなくスズメバチです。毎年ほぼ20名以上の方がスズメバチにより亡くなっています。今年も夏から秋にかけて事故が多発することが予想されていますが、本の中ではスズメバチから身を守る方法について、スズメバチを愛する丸沢さんがご自身で描いたイラストなどで分かりやすく解説しています。これ好きこそものなのかな、その、はい、イラストもめちゃめちゃ上手だね。 ありがとうございます。世界のスズメバチ、世界で一番でかいスズメバチってどこの国でどれぐらい？中国のオオスズメバチが多分一番大きいんだと思います。今これ標本にあるやつよりもでかいの、はいはいはい、これが多分5センチぐらいかな、はいはいはい、言って日本のやつは5センチぐらいなんですけど、はい、中国だと6センチで1センチでかきゃでかいよ。そうかなり大きいんですよ。もしそれ止まってたらうっってなる、二度見するよ絶対に。でそいつカチカチ言い出すんでしょ。そうなんですよ、怖えわー。ですごいのがありとあらゆる角度からスズメバチのこと言ってんだけど、はい、そうね、何このスズメバチ祭り。まあ、岐阜県の方で実際ある、その日本で一番危険な祭りっていう歌い文句であるお祭りで、あの、な、蜂の子って皆さん多分、あの、ね、食料にしたやつね、はいはい、で、あれを、その、いっぱい取るために、スズメバチハンターさんたちが、ちっちゃい間に巣をこう掘り起こして、で、自分のお家でそれを飼育するんですね。すげえな。巣ごと飼育して。ある意味、家畜的な感じだね。そういうことです。はい。うわ。で、しかも自分たちで自分たちの世話をしてくれるから、結構そう、飼育も楽っていう。いや、楽じゃん。絶対楽じゃねえ。で、その巣を、どれくらい重くなったかなっていう、その重量コンテスト的な感じでお祭りが開催されてるんですよ。へぇー。すげえな。それなり、くじはらエボ祭り？そうです。これでさ、今さ、そのさ、話してる間にさ、持ってきた、その、飼育箱の中でスズメバチがブンブン飛ぶんだよ。結構落としますね、そうですね。やっぱり、ある程度、温度が、いい感じだと飛び回ってくれますね。はい。まあ、ちょっと本の方はですね、講談社からです。講談社から、税別1500円ということなんで、はい、ぜひ皆さん、超危険スズメバチライフ、ちょっとチェックしてもらいたいと思います。よろしくお願いします。あとはさ、カニャとしてはさ、はい、相方何くん？相方ビンオですね。ビンオ？はい。ビンオくんはスズメバチ活動はどう言ってんの？最初、その一緒に、スズメバチ活動一緒に行ってくれてたんですよ。で、
なんか何回かやるうちに、最初はなんかちょっと弾いてたんですけど、今は一周回って無だって言ってました。無なんだ。一周回って好きになったんではなくて、はい、まあ無だっていう。でもまあその、半沢モノマネもスズメバチも、はい、いっぱい武器あった方がいいからね。ああ、そうですね。そうだね。はい、ぜひ今度は、半沢落ち着いたらモノマネも見せてほしいし、よろしくお願いします。カリアとしてもぜひぜひ、はい、どこかにネタを見せてください。いや、嬉しい。ありがとうございます。ということで、はい、今日のゲスト、スズメバチに詳しいお笑いコンビ、カニャの丸沢丸くん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。